皆さんこんにちは、町のレッスンスタジオ川船です。今日はギターについての話なんですけど、テーマとしてはこちらですね。今日のテーマとしては、コードを少しかっこよく弾くコツということですね。少しにはなんかかっこよく弾くコツなんですけども、なぜ少しかというとですね、こっちですね、右手をちょっとしたこと、本当に少しちょっとしたことでかっこよく聞かせることができますので、今日はそのお話をしたいなと思います。例えばこういうコード弾きがあるとします。これなんですけども、コードは E ですね。で弾いております。で、この中でですね、まず今日お伝えしたいコツは右手です。右手がどこから弾くかによってかっこよさが変わります。例えば弦を全部弾いて演奏してみます。いきます。ですね。じゃあ次は、弾く場所を実は変えています。これどういう風に聞こえるか聞いてみてください。比べてみましょう。いきます。どうでしょう、些細な差なんですけども聞こえ方がだいぶ違うと思います。これは何をやっているのかというと、最初は全部弾いている、ずっとダウンもアップも全部弾いているパターンと、あとはアクセントだったり頭の部分だけ全部弾いて、あとはこの大体です 1,2,3、4弦ぐらいまでを弾いています。なので全部弾いて高いところってことですね。でまた全部弾く、このパターンを自分で考えて、例えば今僕やったらだと全部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 それだけでも聞こえ方がだいぶ違ってきます。やはり曲によっての抑揚をつけたいっていう時とかあると思うんですけど、ぜひそのような時にですね、ずっとコードでなんかつまんないなとお悩みの方は、ぜひこのように全部弾く部分、なので6弦を弾く部分と他を弾く部分っていうのでちょっと意識してみると、とっても曲にメリハリができるかなと思いますので、ぜひ試してみてください。それでは